はい、今回は、えー、新聞の報道とですね、安倍元首相の、まあ、事件について、えーまあ、思うことということでちょっと調べてですね、えーまあ、分かったことがあるのでそちらを、まあ、お伝えしていきますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします。 まああの皆さんもですね非常に、えー、まあ、関心を高く持っていらっしゃるこの安倍元首相のまあえー、事件なんですがまあ,あいろんなお,、まあ、あのおかしいところっていうかね、えー、変なところが、まあ、あることは、まあ、僕も思ってますし皆さんも思ってると思うんですが、えー、今回はですねちょっとあの、まあ、角度を変えてですね まこの新聞の報道についてね、これをちょっと注目してですね、えー、まあ,あの何かしらお役に立っていただけるものがあればと思うんでね、まそれをちょっとお伝えしていきますので、今回もよろしくお願いいたします。まああの新聞報道のま謎ということでですね、考えていこうと思うんですが。 日本にはですね、えーまあ、いくつも複数の新聞がありますねで皆さんも聞いたことがあると思いますし、まあ、僕も少し前まではこのことを信じていたんですがよくあの「報道の自由がある」とかと言いますが。 まあそれっていうのはえ何なのかっていうことをえ考えていくんですよ。で今回のこの安倍元首相の件についてえその報道の自由とかまあ新聞のまあ構造とかまあ一体これは何なのかっていうことを考えていくとですねえまあこれはご存知っていうかまあ見た方もいらっしゃると思うんですがこの SNS とかにも出てるんですがえ非常にですねこの新聞の報道のまあ謎があるんですよ。 日本にある複数の新聞社、例えば産経新聞、毎日新聞、東京新聞、日本経済新聞、読売新聞といったこういったですね新聞機関が、ですね、この安倍元総理の事件に対して、全く同じ表現の見出しを出しているんですね、このようなことを言っているわけです。安倍元首相打たれ丸棒 っていうことなんで、すよねで、えー、こ全く一,一文一個変わらないんですよ、この安倍元首相、撃たれ、丸棒っていうことを、えー、報道あの見出しに対して報道してるんですよ。で皆さんも、えーま、例えば思われるかもしれないんですがこ、このようなことは思わないでしょうかということなんですよ。安倍元首相打たれ丸棒 ではなく例えば安倍元首相、えー、打たれてってね別に手が入ったっておかしくないじゃないですか安倍元首相打たれて丸棒 まあこの丸棒の部分に関してはですねえまあ表現がいろいろありますから、丸されるとかっていうのがまあ良くないということで、こ言葉をえ選んだにしても、例えばこれはどうでしょうかって、安倍元総理とかね、別に安倍元首相でなくてもいいんですよ、安倍元総理でもいいと思うんですが、すべてこの新聞が、安倍元首相、撃たれて丸棒、このようなえまあ見出しでまあ徹底しているわけですよ、う。ん ななぜ一言一言句変わらいいいものを徹底ししててるんでしょううかっていうここに謎を感じるわけですよね。うん、これはその SNS とかでも話題になっているんですが、えー、まあ謎を感じると、うんで。これっていうのは僕たちが住んでいるまあ日本国の,あの話なんですが、えー、実はですねちょっと視野を広げてみると世界でもですね過去にこのようなことがあったんですよ。それをですね、えー、まあちょっと考えて、えー、まあ皆さんと一緒に、えー、まあ考えていきたいと思います。この マスコミおよびです、ねまあ、メディア、まあ、新聞もそうですがそういったものがこの一言一句変わらずに、えーまあ、報道する、まあ、この謎ということなんですがアメリカでですね過去にこのような、えー、ことが、えー、ありましたアメリカのニュースがですね全く同じ言葉で、えー、ニュースを報道しましたまたこの時もそうですね一言一句、えー、何も変わらずに、えー、報道したということなんですよ。 一体なんか何なんでしょうかって思うじゃないですかそのアメリカもそうですが、ねえーまあ、報道の自由とかって言うわけじゃないですかどこにもそれ報道の自由がないことになっているんです全員が同じことを言っているわけですから全員というか各メディアがねで、えー、これっていうのを調べた人がいたんですが、えーまあ、アメリカのですね、まあ、表向き、えー、裏の顔を持つこの諜報機関であるシーマレーっていうものが、えーまあ、あるものを、まあ、作戦を、まあ、取っているっていうことを分、ねえーまあ、かったというかそれを、まあ、報,じ報じたんですよ で、えー、この作戦っていうのはこれは何かっていうは話なんですが、えーまあ、名前とかはね、まあ、ちょっと、まあふまあ、伏せるっていうかまあ言いませんけど、まあ、例えばこの1970年代までに あの合法的に、えー、アメリカ c m a がですね複数人の、まあ、ジャーナリストを雇って、えーまあ、そ,そのジャーナリストにまあ裏側から指示を飛ばしてですねまあ、こういうふうにあの言うとかこういう風に報道する、えー、つまりこういうふうに言うことに対して大を誘導するっていうね、えー、そういうことをしていたということが、えーまあ、言われています。うん、だかから何を言ってんののとうアメリカマレーの、えー、まあ キま決まったっていうか考えたストーリーあるいはシナリオが決まっているんですよメディアに出てくるってのはそういうことなんですよ、うん、誘導先が決まってるんですよそういうことを知らずにですね、えー、見ると何かなと思うかもしれないんですが裏でそういったものを綿密に考えてだからアメリカシーマレイが裏側に回ってですね、えー、ジャーナリストを使ってあのまあ マスコミっていうものを抑え込んでるんででるすよねもちろんですがこういった話をするとですね本当なのかどうかとかって証拠なんていうの全く残らないようにやりますからただこれはあの言ってる人がいるんでね、うん、でままそのまあ名前もあるんですよそのオペレーションということなんでねだからアメリカシーマレーがえーマスコミをえまあ利用してですね裏側に、ま、回って情報操作をしているということです。えー おそらく,おそらくっていうか、アメリカ CMA をコントロールしているのがです、ね、その後ろにもっといるのが、世界の少数の支配層なんですよね。で、今回のこの件なんですが、僕たちが考えるこの件を考えていきたいんですが、安倍元首相、撃たれて丸棒というこの件ですね、これをあの日本国民に徹底周知しているんですよ。当然ですがあの日本っていうのは アメリカの属国ということでね敗戦国日本をわからないように戦後からずっとアメリカ C マレーがですね間接支配しておりますので D マル、A マルステマルトとかそういった、まあ、アメリカのまあ裏側のものですね、えー、あの影の政府、まあ、裏の組織と言われているものが日本をわからないようにあの、まあ、間接支配しておりますので当然ですねマスコミメディアの裏にも回り込んでいます、えー、何をこれ言っているのかっていうとこの安倍元首相の事件に関しては 安倍元首相撃たれ丸棒って言った方向に、えー、大衆を、えー、運びたいわけですよ。僕が、えー、何回かお話ししたんですが、えー、実は撃たれてないんじゃないかとかね。うん、あと例えば 丸棒ではなないいんじゃかかとかねそういったことを追求されたくないんですよ。うん、そういう意図があるんじゃないかということを、えー、今回の件でわ、えー、か,かるっていうかまあ、感じるっていうか思うっていうことなんですよ。で、えーまあ、皆さんもそうだと思うんですが、えー、全くですねあのおかしいなと思う人もいると思うんですよ。例えば SNS ではですねまあ、僕もそうですしまあ、他の方もそうですがまあ なんてさまざ、あ、まなことを検証して、えー、まあこうかなああかなというわけじゃないですかで。そこにはあの考え方が例えば分かれるわけですよ。実は丸棒ではなくあの生きてるんじゃないかっていうね。うん、例えば生きて生きていなく丸棒なんじゃないかで。例えば丸棒なんですが、全然例えばね、その報道に出てるところとは違ったところで、えー、まあね、 遠くからまあやられたんじゃないかとかねおかしいんじゃないかとかえみんながそういうことを国民が思うしその SNS で考えたりするんですが一貫してこの大手の新聞ですね、うん、この新聞の報道っていうのは先ほどの言った通り、えー、表現がもう決まってるんですよ表現および内容もほとんどその路線なんですが安倍元首相打たれ丸棒、うん、それだけをえ言います。だから 僕はね、えー、正直言って、まあ、リスナー様の何か一つにでもあのお役に立てることがあればと思って、まあ、精一杯話してるんですが、まあ、聞いていただいてることに、ねえーまあ、感謝してるんでそう思うんですが例えばこういうことを全くわからないとするじゃないですかでこう思うんですよ。 報道の自由があるじゃないかとかとってねんだったら、えー、大手、えー、新聞社がですね全く同じことを報道すること自体そのこと自体がまた謎なんですよ。でこれもよくあのー、話に出るんですがまあ、その、えー、選挙とか政治の話にも出るんですが右とか左とかね、えー、そういった「う」とか「えー、さ」とかそういう話になりますがそんなものはないんですよね。僕はそんなものはないと思ってるんですよ。なんでかっていうと、えー その報道の自由があると見せかけるその見せかけですね。で、右とか左とかって,言ってあって、あたかも考えが、えー、選べるかのような見せかけだと思ってます。そういったことが、えー、間違えてるっていうことが、えー、今回の件で分かりました。それは何でかっていうと 新聞あるいはですねマスコミの背後には、えー、日本の創始国であるアメリカ裏組織 c マ a r a あるいは d マルステマルトといったものがおり、えー、もう出すものとか意図とかをそのストーリーを組んでるんですよあのそ,そのものたちがね、うん、そのものたちがあのメディアの報道に、まあ、乗っかって出てくるだけっていうまあ、そういった話だと思いますだからあのー、まあねえーまあ、皆さんはあのいつも聞いていてあのー、ね まあ、ものすごくあの頭のいい人が多いと思うんで、えー、まあ、すごいなと僕は思うんですがそんな人ばっかりではないんですよね。であのこのね、えー、裏側に回られたそのね、まあ、メディアを使ったあの、まあそのまそ誘導先に、まあ、まんまと、まあ、引っかかるとで、ね、この安倍元首,首相がですね、えー、大変なことにあってしまったまあ、それは大変なことになってしまったのかもしれないんですがね、えー、じゃあ例えば。 あのその報道というのは、えーまあね、おかしいところってあるわけじゃないですか、そういったことに向かわないと、で例えば、ね、メディアの言うこと、新聞の言うことが正しい、そんなことはないですよ、誰もそんなことは言ってない、えー、ということは今回のことで分かりました、常にこの、まあ、日本の、まあ、新聞、まあ、テレビもそうでしょうけど、こういった裏に力が働いているんですね、僕はそう思ってます、そう思ってますし、まあ、今回、えーその、そのことをまた改めて調べていて、まあ、の再度認識しました。 なんかその皆さんもおっしゃっているようにテレビっていうのはねえまあ大衆をまあ誘導するまその役割を担っているんですがえまさにこれですねその裏側にあるシナリオがあってそのシナリオシナリオの方向に向かわせることがまさにこの新聞あるいはマスコミマスコミのですねえ役割なんですよだからあのまあいろいろ考えが分かれるんですがえまあ 大手のマスゴミはこういうことを言ってる。でも,もちろん真相っていうものは隠してるんでわからないんですけど、まあそれを何とか分かれないかと、えー、まあ僕もそうですし、皆さんもそうですがね。その SNS とかに投稿する人もそうですが、えー、そういうことが、えー、まあ本当にまあ必要というか大切なことだなと思います。だからあの今回のこのね新聞の報道でこの安倍元首相の事件について、えー、まあ明らかにこれおかしいなと思ったんでね。もう僕も結構あの皆さんにあのコンテンツを聞いていただいているんで、その前にい,い,い,いろんなこと 調べるんですが、まあ、非常にまあおかしいとでおかしいことがあってね。まあ、何がどうおかしいのかな？っていうことをまあ調べたら、えー、このようなまあおかしさがあったということで、えー、まあ何かしらのご参考になっていただけるものが、えー、あれば何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。